こんにちは、ぬるぬるでございます。今回はですね、ジブです。全レジェンドの中で一番苦手なジブラルタルです。ジブラルタルと向き合います。味方の体力見てサポートとかね、一番苦手なプレイングなのでね、今回はそのあたりを意識していければなと思っております。よろしくお願いします。ジブって今の環境だと100%どれ持てばいいんすかね。 PT ですかね。まあなんでもいいんですけども、どうせ当たらないし。装備も整ったところで他方面の足引っ張りに行きますか。暇なので。インファイトの音もういきなりルートぶっ込んじゃっていいですかね。やっちゃっていいですかね、この辺の奴ら全員。せこいじゃねえか。お、いけいけいけ。あ、すー。ほぼ無意味了解。また漁夫狙っていきましょうか。ウルトも溜まりそうだし、高木も頑張っ。正面に一部隊いますね。撃たれてますね。扉開いた瞬間があの人たちの最後です。あ、すみません。バレてました。ウルトで時間稼いで一旦引きます。っていうかこれ空爆。あ。わ。ということでね、アルティメットも有効活用できますよと。わーい、ケアパケ、あかりケアパケ大好き。お。ボセックは実質ショットガンですね。勝ちですねこれ。ぼちぼち移動しますか。収縮もうすぐなのに近くで戦闘してますね。ちょっかいかけたいですね。はい、これであの人たちも終わりです。ワトに全部吸われました。カジュアルで防衛キャラなんざ使ってんじゃねえぞ。正面のギリギリアンチ内ぐらいのとこに全部隊集結してるんですけど、やめてほしいんですけど。動く気配なさそうですね。ちょいリングダメー隊ですが裏から回り込みます。熱い。すんなり入れました。キルログ流れてはいるんですが、なんかこう、既視感ありますねこの状況。なんか一人来ましたわね。0キルチャンピオンちょっと期待してたんですが。どこ行ったあのレース。この辺にまだいそうですけども。あ。はい。ということでね、勝ちましたのでね。ジブ使いこなせていたということでよろしいでしょうか。よろしいよなー。てな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。